茂田道明は、千葉県八千代市出身のプロ野球選手。宇藤右みち。福岡ソフトバンクホークス所属。八千代市立、村上安ず中学校への在学中に、校内の南式野球部へ所属。中学校野球部3年時には首相を務め、チームを牽引した。3年時の夏の大会は主にポジションはセカンドだった。八千代市大会優勝、千葉県大会優勝、 関東大会準優勝、全国大会出場を果たした。千葉県大会の決勝戦、対昭和中は、先発投手として登板した。千葉英和高等学校への進学を機に、公式野球へ転校した。千葉英和高校では一年次の夏から公式戦に登板したものの、甲子園球場での全国大会とは無縁であった。三年次だった2014年夏の、 第96回選手権千葉大会では、慶愛学園高校との4回戦に、救援投手として4回を投げたが、チームは0から3というスコアで完封負け。大会後に、プロ志望届を、日本学生野球協会に提出したが、NPB ドラフト会議で、どの球団からも指名されなかったため、卒業後に、国士館大学へ進学した。大学の1学年先輩に、C のシンがいる。 国士館大学では2年時に東都大学野球の春季リーグ戦へ登板。後に右肘の疲労骨折が判明したため、手術を受けてからは実戦を離れてリハビリに専念した。リーグ戦での登板はわずか2試合で3年次以降は練習試合にも登板せず4年次の NPB ドラフト会議で指名から再び漏れた場合には 大学で野球を止めることを考えていたという。しかし、茂田の潜在能力を高く評価していた福岡ソフトバンクホークスが、育成ドラフト会議の3巡目で茂田を指名。指名後に、支度金300万円、年俸400万円という条件で、育成選手として入団した。背番号は138で、シーノと再びチームメイトになった。2019年、 3軍戦に29試合、2軍のウエスタンリーグ公式戦に2試合当板。3軍戦の通算投球イニングは42回1、3で0勝3敗6セーブ、防御率1.91を記録した。11月23日から台湾で開催された2019アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB レッド選抜に選出された。 2020年に軍公式戦では1試合当番3軍戦では21試合の当番で74イニングを投げ、2勝4敗3セーブ、防御率2.07を記録する。長身から投げ下ろす、最速時速 146km のストレートが武器。強気の投球術も持ち味で、ソフトバンクへの入団1年目に体重を 6kg 増やしたことによって、 2年目の2020年には、急速で計測される以上の給位をつけている。ありがとうございます。